それでは86見ていきたいと思います。まず外装から見ていきます。フロントバンパーですね。右前、まあうっすらこういうね線傷みたいのはありますけども、まあ、特に大きく目立つような傷というのはこの辺り見当たらなそうな感じですかね。結構綺麗なフロントバンパーになっております。こんな感じですね。で、エンブレム周辺も綺麗な感じで、左前こちらの方は、特に気になるような傷は見当たらなそうな感じですね。こんな感じになっております。でヘッドライト、こちらもクリアな感じですね。そしてボンネットです。へこんでるところは特になさそうですね。ちょっとこういう線傷が、そうですね、なんか薄い線傷がちょっとあったりとかしますね。もしかしたらボディカバーとかをかけてて、その線傷っていう感じなのかもしれないですね。ここもそうですね。こんな感じになっております。はい、続いて左側面見ていきます。左の、フロントフェンダーですね。綺麗ですね。特に気になるような傷は見当たらないです。でホイールがウェッジスポーツのホイールが装着されてまして、ガリ傷は特に目立つようなのはなさそうですかね。タイヤサイズはですね21545の17という感じで、まあ、純正サイズですね。でタイヤの方の溝もまだたっぷりと残っています。でドアミラーは綺麗な感じで、助手席側のドアこちらも綺麗な感じですかね。特に気になるような傷はないです。で TRD の、サイドステップ装着されてまして、こちらも特に気になるような傷は見当たらなそうですね。続いて左リアのフェンダーです。ここもやっぱりね薄い線傷みたいになってますね。まあ、なんかあのコーティング入れてあげたい感じですね。なんかいろいろと薄い線傷が消えそうな感じがします。で、ルーフサイドなんかも、綺麗な感じです。で左側面のへこみですけれども、特にへこんでるところはなさそうですね。で左リアのホイールです。左リアホイールはここちょっとガリ傷がありますね。あとは特に見当たらないかなという感じです。で、タイヤのサイズ、リアも21545017なので、まあ、純正サイズですね。タイヤの方もまだたっぷりと残っています。で続いてリアバンパーですね。リアバンパーも TRD が装着されております。もうこの辺りはうっすら線傷あるかなっていう感じですかね。こんな感じで、まあでも全体的には綺麗な感じですかね。特に気になるような傷などは、見当たらなそうです。でトランク、こちらも綺麗ですね。へこんでるところも、ね、特にないですね。ちょっとリアウィングはですね、なんかちょっとツヤがないなって感じなんですけどね、磨いたら多分ねツヤが出てきそうな感じがします。こんな感じですね。はい、では続いて右側面見ていきます。右リアフェンダー、もうちょっと薄い線傷がありますね。ここもですかね。ですね、ルーフサイドの方の色合わせとかは特に見当たらないです。で、右リアのホイール、こちらは特にガリ傷などは見当たらないかなという感じですね。
で運転席のドア、運転席ドアは特に気になるような傷は見当たらないですね。ちょっとサイドステップ周りです。こちらも綺麗な感じですね。でドアミラーも特に気になるようなところはなさそうですね。右フロントフェンダーも綺麗ですね。特に気になるところは、見当たらない感じです。はい、で右フロントの、ホイール、こちらも特に、ガリ傷などは見当たらない感じですかね。で右側面のへこみですけれども、特に見当たらなそうですね。で最後にルーフですけども、ルーフも特にへこんでるところはなさそうですかね。上面の傷なども見当たらないような感じです。はい、では続いて内装を見ていきます。運転席ドアトリム、ちょっと一部白くなっているところがありますね。あとは、乗り降りの時に靴がちょっと当たったかなという感じの跡があるかなという感じです。でスカーフプレート周りは綺麗な、状態で、フロアマットもね綺麗ですね。で、シート、若干この辺のすれは出てるかなっていう感じですけども、座面自体はね綺麗な感じです。助手席側もこんな感じで綺麗ですね。でステアリングすれですけども、特にすれてるような感じは見受けられないですかね。でダッシュボード上はレーダー探知機が装着されてまして、ちょっとここが浮き気味かなっていう感じですかね。で、グローブボックスの中に、3.5 ミリジャックとか、これは多分結構古いタイプの、ちょっとすいません今片手で開けられないですけど、ああいた、こういうタイプのやつですね、のケーブルが、伸びてきております。よいしょ。でナビは純正オプションのナビですね。この辺りのボタン類も綺麗な感じで、シフトブーツなんかもね綺麗ですね。でサイドブレーキのブーツも、目に見えて破れているような感じはないですね。少しだけ擦れてるところあるかなっていうぐらいな感じです。こんな感じですね。で ETC は、こちらについています。でちょっとエンジンかけてみましょう。エンジンの、かかりもねスムーズな感じですね。手上がりもいい感じです。でレーダー探知機こんな感じなのと、デジタルインナーミラーになっております。でバックカメラもね今日こんな感じでガイド線付きでついてますね。はい、では続いて、トランクを見てみたいと思います。TRD のドアスタビライザーついてますね。よいしょ。で、トランクです。トリム類は特に欠品しているところもなく、トリムの汚れとかも特にそんな気になるようなのはなさそうですね。で、パンク修理キットではなくスペアタイヤのタイプですね、こちらの方も揃っております。続いて、助手席側のドアトリム、この辺も特に気になるような傷は見当たらないですね。スカーフプレート周りも、綺麗な感じです。でフロアマットの方も綺麗ですね。
こんな感じになっております。そしてよいしょ、リアシート、あ、ドラレコが、あ、ドラレコじゃないか、これは、あれですね、デジタルひなカメラ用のモニターですね。まあ、リアシートも綺麗ですね。こんな感じになっております。はい、じゃあ続いてエンジンルーム見ていきます。はい、ではエンジンルーム見ていきます。続いて試乗してみたいと思います。はい、それでは86試乗してみたいと思います。前期グレードですね、走行距離が45,000km をねちょっと超えてきたかなっていうぐらいなところです。で、まあ、あのホイールがウェッジスポーツのね、ホイールが装着されてますけども、17インチの純正サイズという感じで、でマフラーが入ってという感じですね。まあ、ライトチューンな感じですかね。クラッチなんかはね、非常に軽くてつながりもスムーズな感じです。スピード取締りポイントがあります。で、取締りにご注意ください。ミッションもですね、あの結構ねスコスコと入りますね。特に変な引っかかりもないです。で、今エアコンつけてますけども、あの涼しい風も出てきてますので、まあ、この辺も特に、問題ないかなという感じですね。で、レーダー探知機、ついて、デジタルインナーミラー、レックって書いてあるのでドラレコもついてる感じなんでしょうね。多分ね、フロントカメラもついてますからね。踏んでみましょう。うん、加速もスムーズですね。で、マフラー音は、まあ、正直言って全然うるさくないです。まあ、それよりも純正のこの、サウンドがこうね室内に入ってくるようにしている、そこのね音の方が、大きいようなイメージで、まあまあ、多分外から聞いててもそんなにね大きな音ではないんじゃないかなっていう感じで、室内にいると、まあ、スポーティーな感じっていう、そんな感じですかね。乗り心地も非常にいいですし、特に何かガタが出てるとか変な音がしてるというのはないですね。まあ、ハンドリング的にもとても素直な感じで、まあ、運転はすごくしやすい感じですかね。ブレーキの、ね、タッチも、ね、全然悪くないですね。まあ、なので特段何か、違和感を感じるようなところというのは今乗っててもないですかね。はい、以上86の試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施と、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。